三橋とは、渓流施設の一つ。船舶が着岸するために陸域部から水上へ向けて作った橋状の渓流施設である。講義には、浮三橋やポンツーンも三橋に含むことがある。山がかつての東洋漢字に入っていなかったことから、三橋と表記される場合もある。三橋と岸壁、物上げ場との違いは、構造と形状にある。構造面を見ると、 岸壁、物上げ場が埋め立てやコンクリートにより海底まで埋められているものを指すのに対して、桟橋は支柱の上に橋上部を設置したものを言う。形状面を見ると、岸壁、物上げ場は陸域に沿った形状をしているのに対し、桟橋は陸域から水域へ突き出るような形状をしている。桟橋の支柱には木製具交換具鉄筋コンクリート具筒柱、 軽損橋脚、焼いたせる橋脚などが使用される。支柱の上には、桁が渡され、さらに桁の上には、床板やコンクリート地盤などが設置される。三橋は軽量なため、地盤が軟弱な場合でも建設可能である。また、船舶が発着しやすいという利点も持つ。欠点には、船舶の発着岩地の衝撃に弱いことなどが挙げられる。横浜、大三橋の乗り場。 駐車場東海汽船。東海汽船株式会社伊豆諸島へ行く船旅。ツアー。2020年3月19日閲覧。カオルサワ沢ン、横浜港の大パノラマ。大桟橋は絶景が広がる展望スポット神奈川県。ライントラベル JP 旅行ガイド。2020年3月19日閲覧。ありがとうございます。